軍に戦ってやれ。6月14日金曜から16日の日曜まで開催の戦祭りで、旧幕府側の三大兵力がプラス 30% もあるから、めいめいたる戦が強かった話。江戸幕末では関係ないけど、今回のルールでは指揮後手武力プラス7が出せるから協力。隠れていては仕事ができません。ちょうどいい首をいただいてしまおう。まだ何もなしていない。おらよ、どけ。行け。感情的になるなよ。死ぬ。まだ動けるだろう。死ね。死ね。死ね。飛ばしやがって、死んでも知らねえぞ。リュウハ発動。一の型死ね。開幕は一見すると理想的。ただしお相手の流派が全部使えるコースに入ってそうやし、この後のカウンターは警戒したい。どけ。どけ。いけ。死ね。死ね。流派発動。三の型。威力を示し、王政復興を実現する。どけ。前期解放。順と不可能を超えていく。前期解放。めいめいたる戦の先には再生が待っておるぞ。まだ何もなしていない。苦しい。まだ動けるだろう。行け。どけ。感情的になるなよ。強いんだな。アルジン三代、敵を斬る。
ドカンとぶちかましてやっか。どけ。ここの打ち合いは武力上昇値では負けるものの、効果時間は結構な差で勝ってるから、一度引いて時間差を生かしたい。発動。一の型。死ぬ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 。流派発動。二の型。行け。人は理解できないものに弱い。その弱点を突きなさい。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。まだ何もなしていない。行け。眠くなっちまった。どけ。苦しい。まだ動けるだろう。行け。死ぬ。頃合いだな。感情的になるなよ。お相手も最後まで操作してたから、城から受けるダメージで勢力の減る前に氷を追っておきたい。命名たる戦の先には再生が待っておるぞ。舐められたままでは終われない。徹底的にやる。一番手からは誰だい？さあさあ、ご視聴ありがとうございました。